シルバーピジョンシルバーピージョンは、中日本重工業が製造販売していたオートバイのシリーズ名である。太平洋戦争の敗戦を経て、平和産業としての再出発をかけて、中日本重工業名古屋製作所が製造した工業製品の代表例である。同社水島製作所が製造したオート、三輪水島や中島飛行機を前身に持つ、富士重工業が製造販売する。 ラビットスクーターと共に戦後の日本の庶民の足として活躍した。社名は平和の象徴であるハトにちなむ、1946年に製造開始。中日本重工業、新三菱重工業、三菱重工業の社名変更を経ながら多数の車種展開も行われたが、1964年に生産中止となった。初代モデルとなる C-10 型は、 元ゼネラルモーターズ西の丸山康次郎が持ち帰ったアメリカサルスベリー社のスクーターモーターグライドを元に開発された1 1 2 c c にストローク短気筒エンジンを搭載するモデルである。1948年に CE-11 型へモデルチェンジされ最大のライバルとなるラビットと共に当時の皇室へも献上された。1954年にはホンダ技研工業が ジュノーでスクーター製造販売に参戦し熾烈なシェア争いを繰り広げたが、シルバーピジョンは1950年から1964年まで、日本国内のスクーター市場では平均して約45%のシェアを保ち続けており、モーターサイクリスト史最優秀デザイン賞を1950年代に3年連続で受賞した実績もある。また、車体の大型化や搭載されるエンジンも、 排気量拡大、4ストロークエンジン、直列に気筒などの改良も順次実施され、バリエーションが拡大された。しかし、1961年に発売された初の、量産系4輪自動車、三菱360が好調な販売実績を記録したことから、1962年に、水島製作所のオート3輪、スクーター製造をすべて打ち切り4輪車への転換を、 開始。1964年に、三菱日本重工業、三菱造船、新三菱重工業が再統合され、三菱重工業に再解消。これに伴い最終モデルの C-140 型、C-240 型が、生産終了となりモデル廃止となった。総生産台数は46万3000台以上。 最多販売台数は1960年の C-200 型シリーズで各モデル合計約3万8000台の売り上げを記録した。ありがとうございます。